どうして今となってはスケルトンの時計を自分が選んだのかわからないんですが、はい、会社に入ってやはりメカニカルウォッチを実際に見てみて、うん、まあ、魅了された中でやっぱりメカニズムが全部表からも裏からも見えるっていうところに惹かれて買ったんだと思いますね、うん、今となっては。平直哉さん、今日はトーキングウォッチーズへようこそ。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は飛田さんの、まあ、パーソナルなコレクションを、いろいろ見ていきたいと思ってるんですけども、はい、まずどうやってこう時計に最初ハマっていったのかも教えていただけますか。時計に興味を持ち始めたのはおそらく中学生ぐらいの時だったと思うんですが、もともとメカニカルなものが好きだったんですけどね、はい、で機械式の時計を多分本当におもちゃのようなものを、はい、おばからプレゼントでもらって、でそれを使ってるうちに壊れちゃって、裏開けたらこんな複雑なものがあったのかっていうことを、まあ、お決まりのパターンですね。もう30年間時計の、セールスマーケティングマネジメントの仕事をして、まあ、2年前に自分の会社でね、上智株式会社を立ち上げたところですね、うん。このコレクションの中では一番最初に手に入れた時計っていうのはどれなんですか。これですね、エテルナマチック、うん、エテルナって会社が作っている、自動巻きです、はい、今からもう30年前、うん、私が最初の時計の仕事を始めた時に最初に買った機械式時計ですね。なるほど。もうスケルトンの時計を一番最初から手にしてたんですね。どうして今となってはスケルトンの時計を自分が選んだのかわからないんですが、はい、ハイエンドのブランドではないので、うん、ムーブメント自体は比較的シンプルなものなんですが、はい、ただやはり完全にその時計のメカニズムが裏からも表からも見えるように、うん、作られてますので、それをずっと飽きずにルーペで見て、時計のゼンマイから打診機に至るまでの歯車がこういうふうに伝わるんだとか、どうやって巻き上げるのかみたいなことをずっと長いこと見てたのを覚えてますね。で、はい、次にされていたのが、そうですね、このセイコーの十字アーロ、当時はスピードマスターという名前でしたが、時計の仕事をする前に私は出身が、まあ、京都なんですけども、はい、そこの地元で開催されたジョルジェット・ジウジアーロの、はい、展示会ですね、まあ、が美術館であって、はい、そこでジウジアーロがデザインした自動車ですとか、まあ、家電だとか、これパスタなんかもありましたけど、パスタもいろんなものデザインしたんですね、彼はね、はい、でそのデザインが好きで見に行ったらその中にこれがあって、まあ非常に素晴らしいデザインだと思ったんですけど、当時買えなくて、はい、あるところで偶然非常に安い価格で出てるのを見つけて買ったのがこの時計ですね。コレクション見てるともう一つここにありますけど、はい、これが復刻版 で、 そうです、これがオリジナルモデルってことですよね。その通りです。ただ、まあ、この時代のさすがに日常で使うのは若干今だったら抵抗があるので、はい、このそれでこれを手に入れたってことですね、はいはい、それこそエクササイズ行くときの帰りとかで、なるほど、自分今だったら自分の作った時計以外だと一番よくするのはこれです、ね、なるほど、はい。今ご自身で作られた時計っていうのがあったんでちょっと軽く触れたいなと思うんですけど、今、はい、こちらにされてるのが作られてる時計ですよね、はい、これが、去年、そうですね、2019年の3月に発表した時計ですね、うん、はい、今じゃあこの今ここにあるコレクションが、まあ、いろんな縮図となって今ここに入ってると思うんですけど、全くその通りです、まあ、こうしてみると結構ドレスウォッチが多いかと思いきや、やっぱさっきのようなこういうスピードマスターみたいなものもあれば、結構まあ幅広く時計を好かれてるって感じなんですかね。そうですね、まあ、長い30年いろいろなメーカーの仕事をしているせいもありますけど、はい、うん、まあ何かのブランドの仕事をするとなると、はい、まあ、当然そのブランドのことは好きになりますよね、うん、そうすると、まあ、いろんなブランドをやってる以上いろんなスタイルですとかコンセプトの時計自体を、うん、まあ、どうしても好きになりますね。なるほど、はい、このエベルは非常に思い入れがある時計の一つで、うん、初めてスイスに出張に行ったのもこのエベルの仕事でしたし、そうなんです、ね、はい、またその非常に、まあ、エベルいい会社で、うん、オーナーが、
どういった時計を作るかっていうことがその大きな組織の末端にまでこう、はい、その意識が浸透しているっていうのを感じた、非常に感動したのを覚えてますね。うん、かなりしっかりしてる。そうですね、これ1911というモデルのミディアムサイズ、はい、やや小ぶりなサイズで自動巻きなんですが、中に入っているムーメントがフレデリック・ピゲの951を搭載したりとか、まあ、そのケースブレスレットの作りが非常に素晴らしいとか、かなり薄くて、まあ、ブレスレットとでも本当に同じぐらいの、そうですね、はい、そうですよね、付け心地もすごくいいですし、ルーズも当時としては珍しいホワイトゴード製ですね。非常にケース全体はステンレスだけど、そうです、はい、ここだけホワイトゴード、そこだけ、そうです。なんかそこってこう特別な理由とかがあったんですかね。当時彼らに聞いたの理由では、はい、あのホワイトゴールドの方が耐腐食に強いという理由で、一番腐食しやすいリューズはホワイトゴールドで作ったというふうに、まあ、一番触れる部分、そうですね、だからこそ、あと、まあ、ね、おそらくゴミが溜まりやすいという理由もあったんだというふうに思います。まあ、のかなり端正な顔立ちというか、そうですね、結構すっきりしたシンプルな感じで、はい、日付表示もあって、そうですね、使いやすい時計でした。うん、そして次に購入されたのがバシュロンですか。そうですね、なんかいろんなこう多分バシュロンのモデルがある中でこれって思って選ばれたのってどういう理由だったんですか。一番大きいのはこのモデルに関してはやっぱりその手巻きでセンターセコンドだったことですね。うん、当時はやっぱりセンターセコンドの時計こそが腕時計の未来だと、うん、皆さんが思っていて、でスモールセコンドの時はどちらかというとちょっと昔のものだって、はい、その手巻きをわざわざセンターセコンに改造してちょっと未来風のデザインを作ろうとしていた頃、まあ意欲作のような感じですね。そうですね、そういえばこのモデルには思い入れがあって、シーベルヘグナー DK スエッジでこの時計を担当した時に、当時あのバーゼル SIHH に行くためには担当しているブランドのブースを訪問するときは当然のことながらそのブランドの時計をしていかないと。じゃあ4個5個担当されてるってことは、まあ、何本も時計を持っていかれたってことなんですね。いろんな時計をポケットに入れてでそのブランドを担当するときに時計付け替えてってことをやってたのですが、はい、そのうちの一つにこれがあって、うん、で当時は SIHH だったかな、行ったときに、ブースを訪ねてこれをしていったときに初めてそれを時計を見た当時の、はい、バシュロン・コンサルタントのトップとかマネジメントの人たちがすごく時計を褒めてくれて、うん、で非常にいい気分になったのを覚えてるんですよ。でバシュロンときて今度はパテックフィリップ、はい、ブレゲなので、うん、まあね、最大のコンペティターですよね、パテックフィリップは、はい、ので、調べているうちにやはり自分自身も好きになってしまって、うん、扱っていないんだけど、まあ、いくつも買ってしまったと。なるほど、はい、カラトラバって言われてるものの中の一つ、はい、2483っていう品番なんですが、はい、このシンプルな手巻きのスモールセコンド付き、うん、イエローゴールドってモデルをいくつか、まあ、買ったんですけれども、はい、大きさとかバランス、うん、あるいはその形状ですね、非常にあの横から見てるとこのガラスがかなりカーブが強い、比較的小ぶりなケースの中に大きなムーメントを入れるっていうのがどうやら、はい、まあ、30年間時計を扱ってて自分の理想はそれなんではないかと気づき始めたのが大体この頃ですね、はい、なるほど、はい、やっぱこういうそのバランスっていうのを意識されて今の時計にもそういうのを反映されてる、ね、反映されてますね。この時計も37ミリですが、はい、中に入っている機械が30ミリなので、なるほど、秒針の位置がスモールセコンドの位置がかなりそのベゼル側に寄ってるっていうポイントです。もうこういったところから本当に学習してますね。この頃、まあ、自動巻きの時計の中でもいわゆるマイクロローターっていう小さいローターが中で動くことで時計を薄型化しようというものに興味を持って、はい、ユニバーサルとかあとビューレンですとか、はい、いろんなそのマイクロローターを使うのムーブメント搭載したメーカーの時計を集めてまして、それ今も残っているうちの一つのこれですね。薄くて、そのマイクロローターを使うことでローターをムーブメントの上にこう重ねなくて済むので一体ができますから薄く作れるということと、それからまあ当時としてはかなり防水性能にも気を使って裏がねじ込みになっていたこと、プラス日付がついていたこと、まあ最近さらにねジェラード・ジェンタの最初期のデザインではないかと言われてますよね。それもあって多分人気出たんでしょうかね。そしてシステム51、はい、これは結構初代のモデルですかね。そうですね、確かバーゼルで発表されて衝撃を受けて、
で翌年でしたでしょうか、最初に発売されたタイミングの時にちょうど SIHH に出張で行ってまして、はい、でチューリッヒの空港だったと思うんですけど、あの一つのショップがあって並んでたんで、もう即見て買いました。本当に驚いたの覚えてますね。ただまあそのなんといっても全てオートマティックで作るとか、はい、この2万円ぐらいの価格帯にかかわらず、ね、はい、ハワイザーブは長い、うん、性能も出る、はい、っていう、まあ、ありに今の現代の時計、まあ、今までの時計作りがちょっと切り替わるっていうのを感じた時計の一つですね。で、まあ、こうやって並べてみると、同じケース形状ぐらいの41ミリですね、この右側の、はい、はい、これもまた珍しい時計ですね。そうですね、あのスイスのラショドクにある国際時計博物館の、はい、まあ、いわゆるオリジナルウォッチですね、うん、最近第2弾が出ましたけど、これが、はい、第1弾のはずですね、はい、当時のディレクターだったルドヴィック・エクセリン博士、はい、あのユリス・ナルダンの天文三部作で有名な方ですけど、はい、彼がその博物館の館長に就任して、うん、で時計を修理したり維持するためのお金がもっと必要だと、はい、どうしたらいいかって考えた中でオリジナルの時計を作ってそれを売ってその収益を当てようっていうコンセプトで作られたのがこのシリーズらしいんですけど、うん、アニュアルカレンダーモジュール、はい、で時計自体のムーメントの組み立てとか、これ普通のベースはバルジュの7750なんですが、はい、それをワンプッシュクロノ化してるんですね、うん、そのクロノの部分の改造とあと組み立てなんかはいわゆるあのチューリヒ在住のポール・ゲルバーが担当してますし、はい、デザインも、ドイツ語圏のデザイナークリスチャン・ガフナーという人が担当してますから、はい、まあ、エクセリア博士のドイツ語圏人脈で作られてるミュージアムウォッチって感じですね。うん、裏側に30分の積算機ついてるから、はい、もうめちゃくちゃ見にくいですけどね。そうですね、まあ見やすいとは言えないですけど言えないですね、まあでもこの中にそれが入ってるっていうのはそうですね、なんといってもアニュアルカレンダーが入っていて、はい、1年に1回だけ、調整するだけで済む、うん、でしかもよく見ると文字盤の中心側に穴が2つ開いてますよね、はい、これが午前と午後のインジケーターで、で曜日、月、日付と一列で見れるっていう、すごく時計好きな方の、まあ、一種の解消なんです。これしてる人とたまに会うんですが、はい、そういった方大抵とんでもないコレクターですね。なるほど、はい、そういうのもあって非常に愛着がありますね。そして今度は打って変わって超薄い時計ですね。そうですね、もう本当に重症の時計好きですし、はい、まあ、ご存知の通り非常にあのディティールに対する彼はこだわりの強い人ですから、うん、それをまあ腕時計にするためにマリシモグループとの合弁で作って、うん、非常に手の込んだ時計を作ったということですね。これはムーメントはピアジェです。ラルフローレンに入って私服も好きですけど、はい、その上から下までラルフの格好してみるということを初めて一つのブランドで統一ってやってみたんですが、はい、その中で言うと意外に外し的にも使えるので、スーツにももちろんはいいですけれど、意外にカジュアルな格好にもかっこいいっていうのは、はい、まあ、いろんな意味でまた私にとっても勉強になった時代ですね。そして最後にセイコーですね。はい、まあ、セイコーの時計もこの今日のコレクション出てませんが、いつも買ったんですけども、はい、一番最近買ったのが実はこのキングセイコーでして、これはいつ頃購入されたんですか。去年ですね。あ、かなり最近ですね。はい、デザインが気に入って、はい、この時代年代のセイコーをいくつか、まあ、探したんですが、はい、グランドセイコーも探したんですけど、セイコーはすごくかなり今高騰してますよね。そうですね、今、はい、それに比べるとキングセイコーはまだ実はあまり知られていないせいもあって、うん、いわゆるこれハイビート3万6000振動で、サイズもケースも比較的がっちりして大きくて、はい、おまけに、まあ、デザイン的にも非常にこうなんていうユニークな形状してますし、ムーメント面白さ、デザインの面白さということがあって購入しました。現代のセコの GS なんかにもつながる、はい、点があると思いますし、好きになって、はい、でまあ、仕事としても携われて、まあ、集められて、はい、ついにはまあ自分のそうです、ね、作り始めたっていう感じですけど、まあ、なんていうんですかね、まあ、結局時計ってこう日田さんにとってはなんかどういうものになるんですかね。難しい質問ですねあまりにも自分にとって情熱の対象というかもう好きで、はい、自分の一部ですから、うん、時計にがもう仕事というかもう自分にとってやりたいこと
そのものですからね。仕事って感じではあまりないですね。もう情熱を注ぐものっていうような感じになってます。特に今はその独立して自分で時計を作るようになってからは、作りたいもの、頭の中にまだまだいろんなアイデアがあるんですけど、それを実現化するっていうことは、まあ本当に楽しいですし、それは非常に恵まれてますね、それができるっていうのは。